Thank you.
よし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 よ今時分そんなね、2月も近い感じで。ポカホンタス。そのさ、一つ言おうか、このバンドね、自由すぎるんだよ。本当にね。それはね、音も出なくなるんですね。本当にさ、5人なんですよ。まあそっちから見てね、わかると思いますけど、ね。6人に見えるか。あ、すみませんね。あの後ろの人見えないでしょ。見えない俺5人でね、ナウタンタンって言うんですけど、本当にね、千差万別、年も違えばね、なんか性格も違って、そんなあのバラバラな5人が自由にやってる感じが、5人でナウタンタンです。よろしくお願いします。大事なことかもよ。今日もう一回やり直そうかな、朝から。そうだね。そうしよう。ね、だからもう自由やん。もうなんかさ、大好きだよみんなね、ほんとバンドが。もうさ、もうサオだ、これでだって2時間できるでしょ、だってあなたたちでブーンとか言ってるね。うーんつってみんな帰るよ、帰っちゃうよ、もうこんなんしたらそろそろ怒るよリーダー、怒るよ、そろそろね。みんな俺より年上だけど怒るよね。え、本当なかなか見えづらいですけど、後ろにほら工藤さんいるんですよ。工藤先生、かわいい、かわいい、思いません？ちょっとね、かわいいねえ、まあ年上だから、まあ、工藤先生もいますし、5人でやってますけど、さあ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 、面白いかどうかじゃねえか。でも本当にね、あの去年の愛犬犬10月ですよね。10月ですよね。そうです、そうです。あの僕らその時初めて1回目のライブをさせていただきまして、そっから、もう1回だけ、ホープでライブやらせてもらって、今日、3回目のライブになります。最後までぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で本当にあの年末はなんかいろいろなんか忘年会みたいなライブでですね、あの生産たる現場に立ち会ったりとか、本当に毎日ね楽しくバンドをやってます。本当ね、皆さんのおかげだなと思います。本当楽しくやってるから、今日もたくさん聴いてもらおうかと思います。ぜひ楽しんでてください。オリジナルの曲を僕はやってるんですけど、僕が作ったりとか、あのギターのね、この中学生みたいなヤンさんっていうね、中学生っていうのが曲作ったりとかするんですけどね。あのなかなか日常的にそんなないと思うんですよ、別にそんな曲作ったりとかさ、普通でもなんか好きでそういうのを僕もヤンもやってるし、このバンドのメンバーとかそういうのが好きでやってるんだけど、やっぱりそれ作るだけじゃなくて聴いてもらいたくてやってるから、今日もあのみんなに聴いてもらえてすごく嬉しいです。ちょっと僕が作った、星の歌があるんで、アンドロメダという曲を聴いてください。
ホームのアナウンスに消えて小さなファイブツーを見つめるだけの星が僕だな。
話しちゃダメだよ、ケン君。本当にありがとうございます。スノーク歌わせてもらって本当にありがとうございます。あ、楽しんでますか。あ、本当にあのこんなさ天気も悪いしさ、今日はあの本当に集まってくれてありがとう。本当に嬉しいです。よし、嬉しいね、嬉しいね、嬉しいな。で、もうね、ここはねピシャッと切り替えて告知をするよ、俺は。いいかな。したらいいかな。思いの丈をぶつけたらいいかな。お前の立ち止まってる暇はないです。本当にこの人たちのダメだね、本当に。ずっとやってんのや。水飲んでんじゃないよ、本当に。本当にさ、ね、あとまず一つぜひ知ってもらいたいのがあって、それはね、今日 CD 持ってきてます。後ろのあの長机のところに今日20枚かな、20枚今日も歌いますけど、ワン・ツー・スリーという曲の、CD が、無料で後ろに置いてるので、ぜひ持って帰ってください。欲しくないの？ね、俺だったら 2,3 枚かすめとるからね。ね、だってただだもの。ね、ね、ね、ぜひね、皆さんで楽しんでください。ライブの告知もあって、です。2月の8日、2月の8日。鶴岡の、ファラジスペースなんで、2月8日の土曜日だね、土曜日、7時スタートでありますんで、それも今日フライヤー作ってきてるから後でぜひ受け取ってください。その次、その次はね、2月のもう一回やる、2月の23日日曜日、東京は本日劇場作品アウト&タウン東京行ってきまーす。よろしくお願いします。ありがとう、ありがとう。なんかすげえ嬉しい。なんかもうこういうのはね、本当に本当にね、もういっぱい練習したじゃん、こないだ。なんでなんかこうバラバラなるかな。その東京は本日劇場さんというところがありまして、二子玉川かな、二子玉、になるライブハウスに行ってくるから、ぜひその思い出話をぜひ皆さん聞いてください。そんな面白いかどうかは知りません。いつ聞くのその思い出話。それは3月だろうね。3月になるであろうね。2月23日ね。今から話し出すのかな。やってないんだ。二子玉川想像話でお前のあんまいじめになって俺、ほら、基本ずっと一人で弾き語りやってきた人だから、そったけのチームワークとか無理だ。さっきライブやる前、楽屋であのこのノムさんが、ね、俺いじって、ほんと、ほんといじって、いじっていけるタイプだから、そのわけない。突っ込んで上がっていくタイプだから突っ込みたい。そうね、控え室の一番言っちゃいけないやつやつ。いじっていくからもうほら、なんかすごいバレバレじゃん。バレてる。ガンさんあんまりひょこっと動かない。みんなちょっとずつびっくりするから。のT シャツ赤いしや、びっくりすんなんかな。後ろも赤だよ。ヒー君半袖だしや。ね、どうなるんですか。いい人は赤に見えるね。ガンさん立ってる。ガンさん座ってください。お願いだからピアノ弾いてくれ。ということで、東京に2月23日行ってきて、また3月ちょっとまだ決まってないんですけど、坂田もそうだし、ぜひ北の庄内でまたライブをすると思うので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。僕ら、こうやってバンドやってますけど、
やってますけど、本当にあの、まあ、普通に、仕事もあるし、家族もあるし家庭もあるし、でもなんかこうそういうものをさ、なんとかこういろいろこう工夫したりとかして、こうバンドをやったりとか、音楽作ったりとかしてます。本当にね、好きで好きでたまらないということで。何発言だ好きで好きでたまらない発言だ。好きで好きでたまらなすぎてこんな新曲ができました。新曲やろう、みんなできる？よし。そんな、気持ちを、歌いに乗せて、Life is Music という新曲をやります。よろしくお願いします。小さい頃にさ憧れたファンタスティックなベイブ、バンドを背に傾かせて忘れられないんだよ、憧れのファンタスティックなベイブ、そっと超えていくWe'll be right back.
けてよかったっす。
で、マジで。お、もう一曲いこう。セバの、マジで。じゃあ、セバ。すごい。これからこの後、いい？ロビーでアコースティックライブやります。まだ時間ある人ぜひロビーで聞いてってください。時間まだある人はぜひお願いします。じゃあ一度終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に5分10分ぐらいでじゃあアコースティックライブやります。ありがとう。
そうだね。の、それがまずすごいわ。一回終わったのね。一回終わってっからもう。僕らとしても一回終わってから。確かに。確かに。どれ。今日日曜の夜ですけど、皆さんわざわざね、天気悪い中集まってもらって本当ありがとうございます。今日のイベントを締める一曲やろうかね。あえてさっきと同じ曲やっていく。おお、やるのね、俺たちも一番大好きだしね。じゃあちょっとさっき聞いたと思うけど、ちょっとアコースティックセットで1、2、3やります。よろしくお願いします。イエイ。Thank you.
ありがとう。いやいい。本当に集まってくれてありがとうございました。ぜひ3月だと思うけど、次もぜひ遊びに来てください。ダンタンとダンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に CD、バッパと持っていっていいから、フライヤーのあそこさんだから、次のライブのフライヤーも、あと1枚しかない、マジで、あ、そうなんだ、あらあら、もらってない人いっぱいいんなかな、欲しかったのにもらってない人いる？なんかまず用意してくるか、今度の、次の時に絶対渡します、フライヤーも、ぜひ渡したいから、今元々ね、本当に今日ありがとうございました。ありがとうございました。ああよかった。ありがとうございました。ああしようしようしよう。例えばフライヤー持っています。物販新年他に T シャツとかもあるんで、ぜひあっちの方に置いてあるので、ぜひよかったら見てください。お願いします。次のライブは2月8日、鶴岡です。よろしくお願いします。ありがとうございます。